後世の人々が私の優しさにも気づいてくれることを願う。私が単に話したことだけでなく、人々に発見の喜びを知ってもらうために、意図的に話さなかったことについて気づいてもらいたいのだ。真実を求めるものであれば、人生において、少なくとも一度は、可能な限り疑ってみるということが必要だ。私は考える、故に私である。すべての良書を読むことは、過去数世紀の優れた人々と会話するようなものだ。疑うことは知恵の起源だ。常識とは世界で最も広く共有されているものである。すべての人が常識は十分に備えていると私は確信している。思考とは私たちの力で唯一完全に制御可能なものだ。良心を持つだけでは不十分だ。大事なのは良心をうまく活用することです。人々が本当は何を考えているかを知るには、彼らが話すことではなく、彼らが行うことに注意を払うんだ。人生において、遅れが許されない状況かつ、どれが真実な意見か決定することもできない状況になった場合、最も真実に思える意見に従って行動するということは非常に理にかなっている。一度でも騙されたことがある相手に、完全な信頼を置くのは慎重になるべきだ。哲学なしで生きることは、目を閉じたまま生きるのと同じだ。うまく隠れるものは、うまく生きている。疑え、故に考える、故に存在する。Where you been? Running from things that you know. Just trying to find where to live.